ぬかた地区は愛知県岡崎市東部の地区である。岡崎市の東部約4割の面積を占める地区であり、1000万町町に東端を持つ。地区域は2006年に岡崎市に編入されたぬかた町の全域であり、人口は8590人、人口密度は53.6人、平方キロメートルと市内の地区では一番少ない。中山間である本地区は、 南川高原の一部にあり、地区の86%が森林である。地区内の本宮山、ともえ山はいずれも、本宮山形立自然公園に指定されている。地区内を流れる河川は主に、矢作川水系に属する。主な河川は、地区北部を流れる大塚川と大塚川から、下流の千原沢町で分流する、男川であり、両河川から放射状に分流する。 本地区含む岡崎市は、渓流が多く、各河川の支線などが土石流危険渓流に指定されている。大塚川などの地区内の河川は、男川漁業協同組合が漁業権を持っている。また地区内の岸田町並びに一千万町町は、難読地名である。須賀神社大祭男川やな夏山岩渡宮火祭り、岡崎市子ども自然遊びの森番。 パーク重要文化財の天音寺仏殿と山と、本宮山岡崎市蛍学校一千万町落光、愛知県野外教育センター千八百三十年創業の、柴田酒造場岡崎市ぬかたセンター、木漏れ美館、ウッドデザインパーク。暗がり渓谷室町時代、戦国時代は、三河国そのものが、松平市、今川市、武田市など多くの戦国大名によって、支配をされ、 当時のぬかたも、例外ではなく、当時この地を治めていた奥平氏や、ぬかたの山内氏ぬかた浅尾氏、麻生松平家などは使える領主を変えながら、細々と生きていた。そのため領主同士の争いに巻き込まれることもあり、ぬかた三王合戦と言われる非金合戦、宇山合戦、滝山合戦などの大きな戦いも起こった。 日近城をはじめとするなど多くの山城がぬかたには建造され、奥平市には、奥平市の重心十二屋のうち六屋がぬかたに在住した。江戸時代になり、ぬかたの村々はそれまでの村落が解体、再編成され、新しい村が生まれた。その大きな役割を果たしたのが、豊臣秀吉や徳川家康によって行われた、刀流礼と対抗検知などである。 本地区域は、幕府領、大名領、旗本領、自社領等多くの領主によって支配された。明治時代になり、岡崎県、ぬかた県、愛知県へと名を変えた。1871年に52村あった村が1889年に、豊岡村、高富村、友江山村、宮崎村、形屋村、下山村の6家村体制に、1906年に、 豊富村、宮崎村、形谷村、下山村の4家村体制になり、1954年に、豊富宮崎、形谷下山の4地区が合併しぬかた町が成立した。名前の由来は、ぬかた郡から。町内の中学校の合併後すぐに統合案が出され、豊富宮崎、形谷下山の4中学校が統合されぬかた町立。 ぬかた中学校が新設された。第二次世界大戦時には多くの疎開寺がぬかたに来た。町内には多くの寺院、神社があり片寄町ざ山下の天音寺にある山門、仏殿は国指定の重要文化財。岡崎森林組合石原町の茶畑鳥川ホタルの里遊水群2018年に設立された岡崎市ぬかたブランド協議会。 岡崎かき氷街道明治中期まで、ぬかた地区は、山焼きが行われていたため、至るところを萩山であった。1889年に、旧宮崎村初代村長となった、山本源吉は、村の発展は一重に植林によるものと考え、1895年に、山焼きの廃止を実現。また、同年、将来50年間にわたり毎年7万本以上の、 杉日の木を植えることや、千本以上を植林すれば十円を補助することなどを定めた宮崎村共有林保護規則を策定した。その後9年間で36万本が植林された。1956年に合併により成立した、ぬかた町は、旧宮崎村地域を中心として林業で栄えた。2015年5月15日、森林再生と、 地域振興を目指す、ぬか滝の駅プロジェクトが開始された。本宮山から流れ出る清流や、寒暖の差が激しい気候に恵まれた宮崎地区では、江戸時代から、茶の栽培が盛んであった。年貢として上納していた記録もある。明治から大正時代にかけては、全国三大名茶と称された。兼業で盛んだった、茶業も、林業と共に廃れ、 現在は15軒が茶葉を栽培している。健康への影響を考えて農薬の使用を止めた石原町の農家が2006年に有機ジャス認定を取得すると他の農家も自信を得てこれに追随。今では有機栽培が地区全体に広がった。先の農家が開発した商品和紅茶は海外にも流通している。 地元の60から80代の女性らが組織する味噌工房、クラコーで作られる味噌。原炭製作で大豆の栽培量が増えたのをきっかけに、1973年に当時のぬかた生活改善実行グループが約10年の加工研究を重ね開発したのが始まり。1985年に JA の味噌加工施設が設置され、販売が開始された。 大豆と米は地元産を使用し、毎年冬に仕込む。蒸した米に麹菌をふりかけよく混ぜ、白味噌は9月、赤味噌は12月に出来上がる。生産量は1年に約2トン。発売当時から製造方法はほとんど変わってなく、甘くコクがある味が特徴と言われている。2016年3月31日、環境省主催で行われた。 名水百選選抜総選挙で鳥川町の鳥川ホタルの里湯水軍が、非境地として素晴らしい名水部門の一位に選ばれた。2017年、前述の石原町の茶農家が、この地元の名水に目をつけ、茶の販売とともに、天然水を使ったかき氷を始めた。2018年1月、ぬかた地区における所得の向上や、 雇用の増大を目指す岡崎市の方ブランド協議会が設立される。同協議会は農林水産省の農産漁村新高校付近と市の補助を受け様々な事業を展開。同年7月21日から各店が安久町あざ人水の湧き水を使ってオリジナルかき氷を提供するイベント岡崎かき氷街道を始めた。 道町の天然水は柴田酒造場で仕込みに使われており、高度が1リットルあたり0.2ミリグラムと極めて低い。初年度は、岡崎市ぬ方、商工会主催で行われ、石原町の茶農家を含む7店舗が参加した。同年11月30日、岡崎かき氷街道は、愛知県の観光事業である食と花の街道に認定された。 愛知県立農業大学校の生徒らが作った桃やブルーベリーなど季節の果物を使ったかき氷が4店舗で出されている。大手新聞の取材も多く、2021年には2点が加わり9点となった。地区内に高等学校は置かれていない。地区内に鉄道は走っていないため、自動車、バスが主な移動手段である。 名鉄バス町バス高速道路、一般国道主要地方道一般県道を主な、林道街道豊富小学区、夏山小学区宮崎小学区啓谷小学区、下山小学区豊富小学区、夏山小学区宮崎小学区啓谷小学区、下山小学区。ありがとうございます。